お疲れ様です今回は YouTube の検索で公明党回答ということでねいろいろと見ていこうかと思うんですけどもこれで検索するとまず出てくるのがこちらですね地方選で公明党が次々と負け続けてるよってことですこれが最新情報で15時間前に上がってきた、まあ、大手メディアのニュースかなと思います実際地方選挙で公明党結構惨敗されてますよね でその原因がどこにあるのかっていうのは、それは一概には言えませんけども、私が思うところ、創価学会のこの票伝を失いつつあるっていうところじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、こう公明党を支持する方っていうのは、基本的に創価学会の方だと思うんで、そうじゃない方が公明党にね、票を投ずるっていうのは、なかなか考えにくいなと思うんですよ。で、この創価学会の組織票っていうのは、実はね、ものすごくインパクトがあって、 これ、創価学会の会員さんとその家族、ご自身が投票する例もありますけども、この創価学会のね、メンバーの方が、知り合いに熱心に電話をかけたり、時には投票所まで同行して、いわゆるね、一人の一票が、3人、4人を巻き込んでの組織票なんですよね。だからこれが、政権与党を強靭な評伝にしてるのかなと思った時に、この創価学会の人一人が離れるってことはね、 まととめてて人ぐらい離れるってことだと思うんですよ要するに付き合いで公明党に投票する方も離れるってことですからね、まあ、それが敗因になってくるのかなと思いますしそうなってくるとやっぱりねあの私たち創価学会の会員じゃない立場としても公明党に対してもう義理を果たすってことは全くなくってシンプルに政策とかそれから 自民党との関わりで評価するってことになると、とても評価できないよね、公明党はねっていうふうになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。はい、そして、えーと、公明党回答の検索結果、戻りますけども、えー、まずはね、基本的にはアクセスの多い、少ないで出てくるわけですから、6万再生されているこちらの動画がね、音喜多んさんが出てきてますけども、まあ、の例の政治資金規制法ですか。 要するに裏金を作らせないような新しい法律がどうも軟弱なんですよね。当然自民党の案は賛成してるような野党ってのは全くないと思いますけども、あの、当然公明党も賛同することはできないっていうのが考え方ですよっていうふうに出されてますね。でも反対側でね、自民党から言わせれば、お前公明党の言いなりになってんじゃないよ、岸田みたいな感じで、えー、公明党がね、 いろいろと意見愚痴することを丸呑みしてるみたいな印象もこちらの方で出されてるわけですよ。特に自民党の中の茂木幹事長ですか、元幹事長と麻生副総裁のお二人がね、公明党の話なんて聞いてんじゃねえよみたいな感じで突っ張ねようとしてるのを岸田総理が抑えてですね、まあ、公明党の話も聞いているっていうところで、まあ、党内がまたね亀裂が入ってるんじゃないかなっていう、まあ、そんなニュースがこちらです。で、その他、 ぶら下がり会見、昨日私もね、ちょっと見ましたけども、うん、結局、大したこと言ってなくってね、うん、自民党の案にどうせ賛同するんでしょうみたいな、それでまた山口夏夫代表ね、私がいたから自民党がピリッとしてるんですよ、ちゃんと暴走せず住済んでるんですよみたいなことを、なんかね、やんわりと言ってるところが気に入らないなと思ったわけなんですけどねえ、それから6月3日の国会質疑ですけども、こちらの方はまだ私見てませんけどもね。 最近野田元総理がよくここに映ってますねはい、えー、そのほかやっぱり政治と金の問題でニュースっていうのは埋め尽くされてますけども私たちが知りたいのはねもういい加減、うん進歩のないニュースを繰り返し繰り返し、えー、見たいわけじゃないんですよね実際はこういう時頼りになるのは個人で発信活動されてる方なんですよただなぜかね YouTube の上位の方にはこうやって上がってこないんですよね 一体どううなっっちゃったんでしょうかねだか通常の検索ではなかなかヒットしませんのでやっぱりこう自分のね信頼しているもしくは信頼はしてないけどもちょっと見てみようかなっていう風な YouTuber さんをこうベンチマークする要するにチャンネル登録することによって一般のこの国民のね生の声を聞いていくっていうことにいわゆる口コミ力を使っていくしかないのかなと思いますね我々はね。 まあ言ってみればマスコミなんてのはね報道権を付託されてるわけですから政権与党にそれは検閲とか入ってますからね、うん、まあ例えばねなんかお注射の件とかでもね真実は隠されたままになってますしまあ皆さんよくご存じだと思いますけどもなんだかねその大手メディアってのもなんかどうも気をつけていかないと信頼できないなってのはもう皆さんは感じるとこですよね 私たち国民感覚からは随分と離れているような気がします。だからこそ私たち独自の考え方が必要なんじゃないかなと思いますし、小さな口コミメディアっていうのをね、こうやって YouTube などを通じて広げていくこと、まあ、そこになんか活路があるんじゃないかなと思いますよね。はい。え結局、個人の YouTuber さんのね、動画っていうのは全然出てきませんね。はい。似たり寄ったりのニュースが。 こうやって埋め尽くされているばかりでございますこの辺にしておきましょうかはいそれではありがとうございましたお疲れ様です